犯人は、はい、なんか吠えるというか登って、はい、そうでも見つかる前に自殺したっていう。これちょっと車軽音きついな。無理ですね多分ね。ちょっと見てきて。あ、見て。よし。だからこの上に行けばまた世界が変わるっていうことだよね。の上大変じゃない？多分位置的には。ここら辺です。うん、上行こうや。はい、皆さんこんにちは。今回は八つ墓村のモデルになった津山事件です。2時間足らずの間で28名が即死し、5名が重傷を負った事件です。この犯行を行った土井睦夫は 3.5 キロ離れた荒坂峠で命を絶ったと言われている。そして今回我々はその荒坂峠に行ってみることにした。探索しよう。一応ね、八つ墓村の村というかその集落は向こうの辺にあって、今ちょうど光が差してる辺にあって、ちょっとこの山を、まあ多分記憶がある人はこれを見たらなんかどこにいるのかって多分わかると思うんですよ。そう、前回の八つ墓村シリーズ歩きましたみたいな、はいはい、その今登るとこが荒坂峠っていうとこで、まあそのなんていうの、その八つ墓村の犯人が自殺をした山に、はい、いや続編ってことなんですか。まっすぐ行って、そうですね、なんかいいところですね、空気が澄んでね、ほんとそうだな。ちょっと肌寒いですよね。めちゃめちゃ寒いよ。でも寒いっすね。じゃあ、あれ、あれ、あのイノシシの罠なんですよ、あれ。ってことはもしかしたら今日会えるかもしれないですね、ね。イノシシちゃんに冬眠いやそうでもない。そうなんですね、冬眠ちゃうんですか、イノシシ。釣り落ちてて、うわやばいっすね、あれ。うん、え、もうあの木とかもうね、下見えてますよ。そう。めっちゃでかくないですか、あの100メートルぐらいですか、あれ。うん、かなり大きな。でっかいっすね、あれ。なんかいいっすね、なんか、川のせせらぎがね。と思ったら下にも雪が。え、ほんとじゃ。すっげえ、初雪。初雪見ましたね。普通は結構雪あるんだろうね、でも、今年は。ないっすね、なんかね。これどっちに行くか道が分かるか。もう道、あの車の道で。そうそうそう。うわ。犯人は、はい、なんかこの峠を越えて、越えるというか、はい、登って、はい、山狩りにあったような感じ。あ、うわーっと。そう、でも見つかる前に自殺したっていう。あ、元の銃で。そうそう。へえー。猟銃でね。そういう歴史があるんですね。そう。上に登っていけば行くほどちょっと雪が、ね、こんなにあると思うか、こんなにっていうか、え、上本当めっちゃあるんじゃないですか、本当この上だったらね、うん、いや本当雪合戦とかできるんじゃないですかね。そう、でもあそこ辺かな。結構もう分かると思うんですけど、結構急なんですよ、この坂が。そしたらもうちょっと分かりにくいけど、そう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 、こんな感じ。そう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 、結構、いやさっきよりも本当にもう本当角度が増して、本当にこれちょっと車軽音きついな。無理ですね多分ね。うん、足場もちょっとなんかやっぱり濡れててちょっと、うん、夜はちょっと危ないね。危ないですね、ちょっとね、ほんとに。でも、看板があるってことは、やっぱり、その、ちゃんと、道だっていうことなんですね。そうだね。まあ、先もありますよ。よいしょ。
ほんと立派ですね、ほんとね。が綺麗に。やっぱこの、やっぱこの等間隔に植えられてるってことは、やっぱりその人が手を加えて植えたってことですね、多分ね。そうね。切ったりしてんだろうね。ね。管理してる。やっぱ岡山県が。最近僕あの、家で昔の DVD 見たんですけど、もののけ姫見たんですよ。もののけ姫のね、なんか落っことぬしとかね、なんか、獅子神様が出てきそうな雰囲気があるんですよ。ちょっと神秘的な。ね。ちょっと見てきて。あ、見て。なんだろうな。え、なんかあの、バケツじゃないですか。これテレビ。テレビじゃないですか、これ。うん、なんか掘った。何もいないっす。それこっちはもうないっす。え、あ、うわ、レアじゃないっす。幼虫王です。うまい。ちょっとこれ。昔のやつやね。あ、これ、ちびまる子ちゃんに出てくるあれじゃないですか、これ。昔の。ねえ。これで、なんか、こう、バンバンって。そうはね。不法投棄なんだろうね。あ、回るっすよ、ダイヤル式の。ダイヤル。そう、昔あった。周波数すごっ。あ、なんだこれ、スイッチが、あ、なんかスイッチじゃない、押し込む、あ、抜いたりするやつだ。あ、抜いたりするんですね、ほんと。あったあった。でも軽い、いや、重いこれ、重い。へぇ、あ、すごいな、ラジオみたい。アンテナはこれ、あ、伸びいいんですけどね。よいしょよいしょよいしょ。雰囲気じゃないですか、ほんとね。うわぁ。今年は全然雪、積もなかったね。雪っぽい雪じゃなかったけど、やっぱこの上に行けば、また世界が変わるっていうことだよね。もうそろそろやね。そうですね。で、結構なんか、こう、わかりますか、さっきまでめっちゃ急だったんですけど、今なんか、結構緩やかになってきてます、なんか。そうね。これ、あれですよ。なんだろう、これ。イノシシです、これ。え、あ、掘ったよ。イノシシが、こう、根とかを食べる時に掘ったりする。これ、多分、獣道って言うんですよ、これ。あ、全部上がってたのかな。ガガって、こうやって。来たんだ。ほじくり返すんですよ。そんなに立ってないね。新しいです、これ、まだ。足跡が。うん。よく出てきましたよ。そうなんだ。ちょっと。ゆっくり。あ、結構登ってきましたね、本当に。あの、あそこ、あの、白い屋根が見える、あそこが八坂村の舞台になった集落で、なんかこの近くにあるお地蔵さんの前で、はい、なんか自殺したという。あ、お地蔵様探せってことなんですね、じゃあ。そう、多分もっともっと先だと思う。行きましょう。うん、でも多分なんか書いてたらいいんだけど。
入ってないな。うわ、こっち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 、この上ら辺じゃない、多分道的には。ここら辺です。うん、上行こうや。行きましょう。ちゃんとなんか変に道になってるもんね。なんかね、ちょうど集落が見えるもんね。もう見つめてますよね。ねえ、なんか。うおうおう。OK、進んでこう。下に。足元気をつけて、もしかしたら、イノシシ用の罠があるかもしれん。でも、この辺だよね。そうですね。あ、でもこの辺かな、でも。ちょっと木があれだけど、位置的には。でも、その70年前とか、その計算してたら多分、おそらくこういうのもなかったはずだよね。ですよね。ねえ。まあ、ここから見えたのかもしれない。なんかある？なんもない。でもこの辺だよね、位置的には。はい。まあね、目的のものがありましたよ、本当。いや、はじめね、なんかお地蔵さんがあるって聞いて、あるんかと思ってちょっと半信半疑だったんですけど、いや、マジでありましたね、本当。うん。この多分位置がちょうど。その集落が見えるポジションだと思うね。他はないし、 Google マップで調べたらやっぱりここが荒坂峠っていうことで、あ、うん、そうね、その集落から逃げてきた犯人がその峠を越えようと荒坂峠に入って、あの辺でちょっと追い詰められてね。そうね、山で、山狩りで、うん、そう、山狩りで命を落としたというね。そう、まあそういう言い伝えがあるけどね。なんかまあ70年以上前の話ですからね。ここが犯人が最後見た、うん、景色ということで、なんかね、石川五右衛門じゃないですか、絶景絶景って言ってね、バタンってなんとうわ、眺めがいいな。でもね、いいですね、本当ね、気持ちいいです。というわけで終わりたいと思います。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。